はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日は僕の動画のコメント欄にコメントしてくださったハヤテさんっていう方がね、僕が作ったマリオメーカー2のコースをぜひやってくださいってコメントがあったんで、ぜひやっていきたいと思います。コース提供ありがとうございます。何回かコメントがあったんだよね。いつかやろうやろうって思ってちょっと遅くなってしまったけど、ぜひやっていきますんで楽しみにしてます。それじゃあね、早速やっていきましょう。純粋に難しいコース、ディフィカルトピュアコース。そのまんまだね。さすがの俺もディフィカルトピュアコースは読めるよ。スーパースターを使って無敵のままゴールか。どんなステージなんだろう。うお、ちょっと待って、マジかよ、初見殺しすぎだな。まず避けましょう。そしてすっごい、もう殺しにかかってきてる感すごいよねこれ。さてどうしようか。まずここのスネークブロックに乗るでしょ。上野にも乗るか。よし、 OK、 上野にも乗って、でこのままそういうことね。まあ緑のスネークブロックにまず乗らなきゃいけないんだ。そして左で、ここカロンが出てくるから要注意なんだよな。オッケー、よし、でジャンプ。危ない危ない危ない、これこれ、あ、ちょっとちょっと危ない、ちょっと危ない、あ確かに難しいなこれ。いや普通に難しいぞこのコース、めっちゃ殺しにかかってきてんじゃん。難しいっていうかめちゃくちゃ意地悪なコースだよねこれ。まあ、こんなこと言っていいのかわかんないけど、めっちゃ意地悪なんだよこのコース。めっちゃ殺しに来てんもん、初見殺し感がすごい。あとおし、 OK、 そしてジャンプ。嘘、ほんと意地が悪いなこれ。いや好きだけどねこういう意地が悪いコースも。いいよいいよ、もうこういうコースでもうじゃんじゃん送ってきてもらって俺構わないから、どんどんねクリアするわ。 OK、 そしてこれは踏む。そしてこっちでいいかな。あ、オンオフしなきゃいけない、もしかして大丈夫かな。とりあえずこっち行く。鈴があるぞ、鈴に俺、よし、 OK、 鈴に気を取られたらいけない、もしかしたら。嘘、鈴を手に入れて戻ってくる感じかこっちに。 OKOK、 分かった分かった。それじゃあね、鈴を手に入れるまでちょっと頑張ってみようか。ちょっと鈴がねめっちゃちっちゃいところにあったから、取れるかな、大丈夫かな。これを取る、待って、これ取りたい。あ、え、下になんかあるぞブロックが。こっち行ってみるか最初に、どうなるんだ。で、そういうことね、こっちダメなんだ。これ右になんかあるんじゃない、俺そんな気がするんだけど。これ取れんの。あー待って、これこっち来たらダメなんだよな。あの箱を積みまくって右に行けるのかな。よし、でカメックが邪魔なんだよな。待って、カメック、消さないで俺のブロックを。待って、カメック、カメック待ってくれ、そのブロック大事なものなんだ。でこうする、そしてこのまんま走っていけるか。 OK、 いいね、これでいけるかな。あーダメか、こういうコースって結構意地悪コースだから、頑張ってねあの土管に入っても死ぬだけっていうのが意外と多い時もあるから、上をねしっかり見ておこうか。そしてこのまんまこっちに行ったら何があるかだよね。何もないのか、やっぱあの土管か。ってことはやっぱりあの鈴を取らなきゃいけないのね。待ってろよ制作者さんよ、俺が絶対このコースをねクリアしてみせるから。結構難しいけど負けねえから俺、苦労して苦労してね作ってね、自分でクリアチェックもちゃんとしたんだ。きっとねそういう思いがね込められてるのこれにはね。でこのまんま一旦ブロックを動かしておいて取る、でよし、でこのまま行こうか。うお、待ってくれ、そんなことしないでくれ。よし、 OK、 あ、スイッチを押したら猫マリオ取らなくてもいいんだ。待ってくれ、これ待ってくれ、危ない危ない危ない。よし、でこのまんま行く。待って、嘘なるほど、難しいなこのコース。俺てっきりもうゴールだと思ったんだけど、
このコースはマジで難しい。でも頑張るよ、俺はクリアするまで頑張るから。この制作者さんもきっとねゴールしてほしいと思ってくれてるはずだから、絶対ゴールしてみせよう。そしてまだ誰もクリアしてない名前にね俺の名前を刻むんだ。ぜひ一回も当たらないでいきたいな。え、倒せないのこれ、嘘、マジかよ。これどうしよう、よし、オッケー。このまんま下に行って、嘘、カーロン、お前また、よし、まあいいや。でもそれでも最初のこのつららに当たらなければいい。嘘、またかよ、どうしようこれマジで。もう明らかに来てるもんね。あ、これ待ってたらいいの、ドッスンが倒してくれる。オッケー、いいね。あ、ちょっと待って待って、俺を倒すんじゃない少しずつだけどね先へ進んでるよ。ゴールも近いんじゃないの。あ、待って、危ない。あ、ちょっと待って待って、ちょちょちょ、あー、ちょっと待って、おお、え、今上手くない、今の上手くなかった、すごく上手い気がしたんだけど。ここカロン出るから早く行こう。よっしゃ来たー。この猫マリオ状態だったら3回当たれるもんね。そしてここしゃがみジャンプ、オッケー。そしてこのまんま行ってジャンプ、来た、よしよし、あ、待って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 、あ、危ない危ない危ない、おいさてこれどう行こっかな。上に行けるかな。あ、行ける行ける、オッケー。でどうしようどうしよう、待って、俺どこ行った、え、俺どこ、待って待って、あ、これちょっと待って、これまずい、これまずい、これまずい、よしよし、早く早く、ちょっと待って、よしよしよし、どっちだこれ、オッケー、どうしよう、めっちゃ強そうこれ、どうすればいいのこれ。え、ガボン倒していいのかなこれ。とりあえず下に降りてみる。待って待って待って、嘘、ちょっと待って、ガボン倒せる、ガボン倒してくれこいつらを、早く、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、あー、ちょっと待って、これ積んだどうすればいいんだろう。ボム兵で右のブロックを壊していくっぽいよね。さっきよりいい、さっきよりいいぞこれ、よし。でこのまんま、あ、あ、待って待って待って、これまずい、嘘、これ積んだ、あ、鈴あんの、そこに鈴あるんだ、下に猫があることは分かってる。あー、そういえばね、ピオキングさんとちょっとみんなでバトルでね戦ってみたいってか、バトルしてみたいって言ってくれてる人がいるんだよね。だから何時にゲームやってますか、みんなでバトルやってますかってコメントが来たんだけど、正直決まってないんだよね、みんなでバトルやる時間帯っていうのかな、全然決まってなくて申し訳ないんだけど本当に決まってないの。俺もね一緒にバトルとかしたいんだけど、時間が分かってたら教えることができるんだけど、ちょっと決まってないからな。夜中にしてる時もあれば朝方してる時もあるもんね。待って待って、これ危ねくね、これ危ねくね、テリサテリサ過ぎじゃねこれ。よし、このまま右にやりまくろっか。待って、これそろそろ左にある根っこを取っときたい。オッケー、いいね、よし、とりあえずテレサこっちやっておこうか、それがいい。きっと時間がない、マジかよ、これ時間あんの。いや、あるけどね、時間はあるのは分かってるけど、俺時間結構あると思ったな。よし、オッケー、そしていけるかな、そろそろ時間間に合うかなこれ。オッケー、いいね、そしてこのままベルを取りたいな。ベルを取ってあいつらが降ってくるから乗る、ドッスンが降ってきて乗って、そしてどっちだこれ、左に行けばいいの。時間がないからな、渡るかこれ、よし、このまま左に行く、そしてスターがあってゴールか、よし、クリアしたぞ颯くん、やった、颯くんか颯さんかわかんないけどクリアしましたよ。これめっちゃ時間かかった、これ純粋に難しい、確かに。これ何歳の子が作ったの、めっちゃ難しかったんだけど。クリアするのに何分ぐらいかな、30分ぐらいかかったかもしれない、これ結構難しかったです。それじゃあこの純粋に難しいコースをね
やる勇気がある方はね、ぜひやってみてください。それじゃあコースを提供してくれた颯くん、ありがとう。それじゃあまたねって言いたいところだけど、ちょっとステージが1個だけだったら寂しいから、もう1ステージやっていきたいと思います。まあでもね、これね半自動なんですよ。だからダッシュしてればクリアできるコース。でもね、この半自動はねバカにしたらいけないよ。制作者さんはね、これを作るのにもめちゃくちゃ時間かかってるし、なんて言ってもね、クオリティがすごい半自動って。とりあえず常に右に走ってればクリアできるわけなんだけど、これはね最これはすごいな。確かにこれも絶対当たってるよね。ギリギリを攻めてんだろうねこれ。気持ちいいな。作る方もクリアチェック大変だったろうきっと。わーすごい。え、これどうなんの、どうなんの。おーお、羽が出てこんなんなんだ。え、めっちゃ可愛いんだけどこれいや、これだからダッシュ、まあ半自動っていうのかな、まあ、やめられないなこれ。はい、どうでしょうかこのステージ。めっちゃ気持ちよかったよね。ストレス発散にもねなる。っていうことで、これで今日の動画は終わりたいと思います。それじゃあまたね。